全国の格闘技ファンの皆様、ごきげんよう。本日は東京ドーム大会で戦う朝倉みくるさんとグレーベル小池選手のプロ格闘家などによる昭和予測について動画にまとめました。ぜひ最後まで見ていただいて格闘家の意見も踏まえつつ皆様の試合予測、展開予測もコメント欄で教えてください。6月の試合が終わった後に的中した方がいるか振り返ってみようと思います。各選手が行った昭和予測のまとめに移る前に格闘技雑誌ドロップキックのジャン斎藤さんが nggak プロ格闘家による勝敗予測に関して名言を残しておりましてご紹介しますと、堀弁護士が朝倉兄弟の負けを予想するわけがないと言ったことがありますが、勝敗予測企画は格闘家関係者の人間関係を考慮しながら見るというなかなか厄介なものになっていますと発言しておりました。この発言にありますように、今回は予測されている方と朝倉みくるさんやクレーベル小池選手との関係性なども踏まえつつ見ていきたいと思います。それでは早速話題に移りますま。 朝倉未来さんの弟である朝倉海選手は。 普通に兄貴が勝つと、朝倉くるさんの勝利を予測されておりました。自身のチャンネルの中で、クレベレ小池との試合を兄貴自ら選んだ。そこはかっこいいなと思った。一番きつい道を行くと話されており、理由としては、クレベレ選手はテイクダウン能力が強いわけではない。兄貴はテイクダウンの攻防が上手いから、寝技の展開にはならない。なるなら、兄貴を引き込んでのところだと思うが、下から決められるのが想像できないし、見たことがない。実際に先日雇った、ジューのコーチ、岩本選手 ととととししててても技で決められいいるこころを見たことがないと話しておりますまた、今回、東京ドーム大会には兄弟揃って出場することから、朝倉みくるさんのセクンドにつくかはわからない、試合順序だかお互いつかないかもしれないと話しておりました。なので、今回、トライフォース赤坂の代表、堀哲平さんと、マネージャーの宮島さんがつくのかなと思うところではあります。 次に、勝利選手は、ブレイブの代表、皆さんと、勝敗予測ではなく、展開予測をされておりましたが、三クる選手が有利なのではないか、と話しておりました。浅倉三来るさんとの会見については、勝利選手は、皆さんもご存知かもしれませんが、トライフォース赤坂で浅倉兄弟と練習をしており、皆さんもトライフォース赤坂で、ブレイブ所属の選手らと共に練習をされております。皆さんは、クレベル選手とも関係が一度あったそうで、寝技格闘技の大会であるクインテッドで、一度呪術の練習をしたことがあると 発言ししておりました今回、勝敗予測ではなく、展開予測にしたのは、負けたと言った方が気を悪くされて、関係性がギクシャクしちゃうからね、とのことです。試合展開については、総合で見ると、ソーダ選手より、クレベル選手の方が、総合力高いイメージがあると明言しも、ただ、相性的には、クレベル小雪選手は、充実家であり、タックルは上手くないから、ミクル選手を倒すことができず、朝倉ミクルさんが、有利に進むのではないか、進むのではないか、と話しておりました。ただ、何らかの表紙で、倒れた時に、 寝技にに付き合わないようにと注意を促しております次に、朝倉兄弟が活躍したアウトサイダーを立ち上げた前田明さんは、クレベル選手が勝つのではな、と予測しておりました。ミクルさんのカウンターは2種類しかないということか、ネタバレしていて、クレベル選手が本気になって対策したら、完封されるだろうね、ということです。前田さん曰く、俺だったらカウンターを誘って出させて、その出さしたカウンターに合わせて攻撃する。得意技を出させて潰すのが一番効果的、とのことです。ただ、動画の中では、 みくるさんが呪術のコーチやレスリングのブレイブ選手だと傾向されていることにも触れており1ヶ月そこらで強くなれるかは疑問ではあるがどこまで本気でやってるかが試合ではわかると発言しておりますちなみに当初は前田さんはクレベル選手の試合を見たことがない中でみくるさんが完封されてしまうのではないかと思われたそうですが途中クレベル選手のカエル選手やマジアン選手との試合を見てより一層クレベル選手の引き出しの多さを指摘しており改めてクレベル選手をみくるさんにとってかなり 厄介な相手になると思われたそうです。前田さんが発言しておりますように。クレベル選手も地元で打撃のコーチがいるとの発言を、以前 rizin コンフェッションズ全部されておりましたが、そのコーチとどこまでみくるさんの唾液を研究しているのかが注目です。次に、usc やベラトール rizin でも活躍したストラッサー岸さんがこの試合の障害予測をしておりました。ストラッサー選手では以前朝倉未来さんとトラ,トライフォース赤坂で練習をした時には、本日はトライフォース、赤坂さんにお邪魔してきました。 ジムのの設備の凄さに驚きまししたと話しており実際に YouTube 動画の中ではトライフォース赤坂の所属のプロ選手らとともに技術交換などをされているところを見せております。逆にクレベル小池選手とは動画の中で何年か前にある充実大会であってタックルまた教えてくださいと言っていたと発言がありました通りクレベル小池選手が MMA デビューする前というかなり前から交流があったようです。そんな中ストラッサー・キリチさんは今回の試合は勝利するのはクレベル小池選手へ2ラウンド1 一本勝利と予測されているようです。理由としては、クレベル小雪選手の充実のレベルの高さを上げております。具体的には、クレベル小雪選手に距離を詰められて、組まれてしまったら、朝倉未来選手が勝つのは難しい。クレベル小雪選手は、寝技の技術が凄いから、相手の選手の体に触れていれば、何らかの展開に持っていく。一ラウンドを組めたとしても、朝倉未来選手がしのげるかもしれませんが、体力を大きく削られ、二ラウンドはそのまま寝技地獄に持ってかれてしまうからだそうです。逆に朝倉ミク くるさんが勝つための秘策も考案されたようで唾液をうまく使い終始距離を取り体をつかませることなく3ラウンドまで遂行できれば勝てると発言しておりましたもしくは1ラウンドからどんどん仕掛けて逆に KO を狙っていくのもありだとしておりますというのもクレベル小池選手は疲れてくると逆に強くなっていくようでそれは体が温まってくるためそれより先に倒しておこうというサン算段だと思いますまたクレベル小池選手は疲れてる時には前十字になりやすく頭を下げない かからら打打ってくるからそこにアッパーを打つとにかくプレッシャーをかけてタックルやパンチを言切った後に最後にカウンターで勝つと自分がセコンドについた場合どのようなアドバイスを出すかとコメントを残されております。トラッサーさんの話を聞いてるとカウンターに徹して戦った方がいいのかなと思うところがありますが、朝倉未来さん自身が斉藤選手との試合を踏まえて戦い方を変えているという発言があるので今回は実際どのような展開を朝倉未来さんが描いているのかが気になるところです。というのも朝倉未来選手で は、呪術黒ビのベラトールのジョンマカパ選手との試合の時にはカウンターに徹しており、大沢健二さんからも絶対相手が朝倉未来選手のパンチでぐらついた時にも攻めに行かず、カウンターを狙う戦略を徹底していたから勝てたと分析されておりました。ただ、初代フェザー級王者決定戦でオールラウンダーの斉藤豊選手との試合では、逆にカウンターを主にになったことで、試合においてアグレッシブさに欠けたとされ、反転負けをしてしまったと言われております。その反省を踏まえて、大晦のドミネーター。 の試合では見事自分から攻めていき1ラウンドで勝利を収めております試合の後のインタビューでは朝倉みくるさんは斉藤選手との敗因は一番大きいところは精神的な部分というかちょっと保守的になっていた部分が少なからずあったと思うので昔に戻ってというか狂気的な朝倉みくるを出していこうかなと思っています体力とか考えずこの間の試合も完全燃焼でほとんど体力も切れないまま終わってしまったので今回は出し切ろうという気持ちで戦ったとも語りまた前回の のの試合にににによっってて精神的的ななついても変化があたたらしく挑戦的な思考に変われたので本当に昔の自分に戻ったったて感じですね自分の中では乗り越えちゃってるので、あと試合をするだけです。理想の勝ち方というよりかは出し切るって感じですね。体力の計算をしていた部分があったので、1ラらンドで終わりのような戦い方をしていこうと思います。と、カウンター狙いではなく、あえて自分から攻めていくスタイルに今後はしていくと宣言しておりました。なので、今回、ジョン・マカパ選手と同じく世界ランキング 的にも格上で勝つ呪術黒帯の選手に対してカウンター狙いでいくのかそれとも自分から攻めにに行くのか1ランドから注目です話をソラッサー選手の話に戻すとまたクレーベル小池選手を動画内で朝倉美久選手の戦ってきた選手の中で一番強いとし現在フェザー級王者の斉藤豊選手よりかも強いと評価しておりましたもし勝てば朝倉美久選手の実力は太鼓板文句言ってるやつがいれば僕が反論するとまで発言しておりますそして朝倉美久選手はほんまに男だしかっこいい朝倉美 選手を応援したいと生涯予測ではクレベル攻撃選手を挙げておりましたが、朝からみくる選手のことを褒めて話を終えておりました。usc やベラトールで活躍してきた選手なので、その選手が予測するのは重みがあると思います。ただ、クレベル攻撃選手からも朝からみくる。選手が日本のフェザー級の王者との発言が会見であったり、ストラッサー選手も斉藤選手よりかもクレベル選手の方が強いと思われているので、是非朝からみくるさんに勝利を収め、r i z i フェザー級王者になった。斎藤選手は東京ドーム大会。 こことととが決定しししてていいいいるよううななのでで対戦相手にいい勝ち方を願ろす次に、こちらも USC で活躍した金原選手の勝敗予測です。浅倉みぐるさんと金原選手は大沢健治さん曰くガチスパーをしたことがあるらしく、金原選手が階級が上の上坂さんを倒し、浅倉みぐるさんの弟である海さんとのスパーでは眼下抵骨折をさせるなど、実力を見せたものの、浅倉みぐるさんとのスパーでは防御中心に変わったほどだそうです。ちなみに、金原選手曰く他の勝敗予測の 動画を出された時にコメントに朝倉兄弟の身内だからだとかコメントがあったけど身内でもなんでもない練習して思ったことを言った両兄弟のことを挙げて何のメリットが俺にあるのか肌だ触れ合うと感じることがあると勝敗族へは一切朝倉兄弟への進んはしていないとコメントをされておりました逆にクレベル小池選手とも練習をしたことがあると話されており両方の良さを知っていると関係性については話されておりますそのように両者と深い関係性がある金原選手ですか動画冒頭 こでミクル選手が判定で勝つと断言ししておりま理由を、ライジン・フェザー級ってバンタム級の堀口京衣選手のように能力が突出した選手がいないから相性次第だと思う。クレベル選手とだったら相性的にはミクル選手がいいとのことです。具体的には2018年の KSW でマテウ選手と戦い判定負けをしたような試合展開になるのではとのことでした。クレベル選手は最初からどんどん攻めていくか、ミクルはリスクを負わずカウンター勝負でプレッシャーをかけながら行く。クレベル小池は 坂美さんのこととをテイクダウンができきないと思うし引き込まれたととととしても三角や下からら腕十字を取られるとは想像でできないとのことですただ、試合以外にも興味深いことを発言されており、今回斎藤豊選手もワンマッチがおそらく東京ドーム大会で組まれていると思いますが、負けたら次その選手とのタイトルをかけての試合が組まれるのが普通。でも、このクレベル選手とビクル選手も次期挑戦者って感じだけど、勝った方が一度斎藤選手に勝った選手と戦うのかな。なら大変だよね、と述べております。 坂木原代表は秋からフェザー級グランプリを開きたいと発言しておりましたがこの時期にクレベル小池選手と朝倉未来選手を当てるのでフェザー級グランプリはない気がします次に現在萩原京栄選手にジュースを教えている岩崎選手の意見についてです岩崎選手とクレベル小池選手は一度ジュースの大会で試合をしたことがあるほどでこの時には岩崎選手が勝利を収めております逆に岩崎選手は萩原京栄選手に朝倉未来選手と試合をして勝つ ははまだまだだ収めるるるべき技術ががたたたくさささんんああとととご発言されていたここかから朝倉さんの試合は何度か見たことがあるようですそんな岩崎選手が予測するのは前半に浅倉未来が勝機後半にクレベル小池に勝機があると動画の中では発言されておりましたクレベル小池選手はテイクダウン能力自体は強くはないが何度もテイクダウンを仕掛けるところがポイント組みついたら上からでも下からでも決められる唾液で行けそうであれば唾液でいき最後祝ったところを一本で決めに行く唾液で苦戦する なと思ったら技非常に厄介かいな相手でスタミナがすごいあるフィニッシュ率が高いのは普通の MMA 選手と比べて関節技にトライする回数がすごく多いからだという発言をされていました後半になればなるほど判断が遅れるから朝倉ぐるさんからすれば早い段階で聞かしたいというのがあるのだと思います また、朝倉みくるさんと練習をしている岩本選手との話にも及び、岩本選手をクラップリングでは日本で一番強く遜色がない。ただ、クレベル小池選手とはスタイルが違う。クレベル小池選手の動きがどこまで岩本君が模倣できるか。実は、クレベル小池選手の寝技に付き合うよりかも、逃げられるように特訓しているのでは、と予測をされておりました。次に、朝倉みくるさんや、ドミネーター、サズ選手と戦いたいと宣言している萩原京平選手は、5月5日の10日、岩崎さんとの YouTube コラボの中でではははどうななるかがかがががわらいいに勝っててほししとは障害予測ではありりまませんが希望をご発言されておりました次に、今回、バンタム級トーナメントに参加する大井久保選手は、印象的には、相性的に、浅倉未来選手の方がいい、タックル着るのがうまい、技術的なタックルではテイクダウンできない、寝技では技術差があるので、クレベル小池選手がマウントを取れば、クレベル小池選手も有利だが、浅倉未来選手の判定勝ちだと思う、と発言しております。次に、よく浅倉兄弟とコラボする大沢健さんは、 徐々に、朝倉みくるさんがクレベレ攻撃戦手に圧をかけ、時間をかけて判定勝ちと明言しておりました。寝技になるときついとしながらも、一緒に練習した時も逃げられる能力がある。テイクダウンされないからといった理由を挙げております。また、朝倉みくるさんがクレベレ選手を選んだところを、楽なところに行かず、一番しんどいところを受けたと、一番しんどいところを受けたと評価し、斎藤選手の解く挑戦者決定戦と試合を取られておりました。次に、パンクラス総社の 北方選手は、クレベル小池選手の良さを消し切って、浅倉未来選手の判定勝利と予測しておりました。理由は、スタンドの展開では、浅倉未来選手が圧倒すると考え、着実に唾液のポイントを積み重ねる展開をすることで勝てると予測しているそうです。特に、浅倉未来さんは左構えで、組みつくまでの距離の長さも変わってくるし、自分と構えが違う選手とはやりにくいと思っているのではないか、とも話しておりました。ただ、クレベル選手のことを、とても強い選手であることを認めているようで、MMA27 勝自体がすごい。 それだけ試合をしこなしてきてるということだと思うし、日本の格闘家だと、青木深夜に次ぐぐらいのフィニッシュ率だと思うと、青木選手の名前を出し、評価しておりました。実績に勝るクレベル小池選手と、ライジンエースの朝倉美久選手が激突。朝倉未来さんといえど、ウンミスで一本取られるかもしれないとも発言しております。ただ、格闘技に本気を出した朝倉未来さんの怖さを見たいとも発言しており、選手としてもこの試合に期待していることがわかります。次に、ディープ王者の新竜誠選手は、 坂上くるさん、クレベル選手、両方に親しい先輩がいるらしく、8対2でクレベル小池選手の勝ちと予測し、 唾液き、回復って、アナコンダ、チョークで勝利と具体的な予測を立てておりました。ただ、判定まで持っていけるのであれば、浅倉みぐるさんの勝ちを予測しておりました。というのも、アウトサイダー時代に関節技で負けたことを理由に挙げ、浅倉みぐるさんはラップラーに弱いのではないかと考えているようです。次に、クレベル選手と戦って実際に一本負けをしたことがある西浦選手は、クレベル選手がダースチョークかチョークで勝つと予測しておりました。 パウンドに浅倉みくるさんが行こうとした時に技をかけるのではないかとタイミングまで予測しております。ただ、浅倉みくるさんをレスリングがうまくタックルを切るのがうまいと評価し、組み技に付き合わないのが大事だと発言されております。次に、平本蓮選手と以前、あずいざこざがあり、浅倉みくるさんの喧嘩自慢にも出場した DJ マルコ選手は、浅倉みくるさんとは喧嘩自慢の時に一緒に撮影し、クレベルコイ選手とはワンツーマンでジュースのアドバイスを受けたとしつつ、昭和予測は判定までった たららるのの勝勝ちち判定まままでで行けずに決な本クルと予測をししておりました最後に、青木慎也さんは、自身が発行されているノートで、ピンチを迎えてもロープを使ったり立ち上がったりと、15分戦い抜いて判定勝ちをするのだ、と発言されておりました。朝倉みくるさんと青木慎也選手といえば、朝倉みくるさんは、青木石選手のことを、日本で寝技トップ選手の一人だと評価し、青木慎也選手は、以前、朝倉みくるさんも、工事も練習ウェルカムだ、一緒にしようと発言しております。 詳細については、ぜひ、青木信也さんのノートをご購入して読んでみてください。クレベル小池選手と同じく、寝技、日本トップレベルの選手から、浅倉美空選手が勝つと予測されていると、心強いです。以上、今回ご紹介した選手の発言をまとめると、クレベル選手の勝利を予測したのが、前田明さん、ストラッサー・キ一チ選手、そして、新竜選手がアナコンダチョークで一本勝利、西浦選手もチョークで勝利を予測し、浅倉美空選手の勝利を予測しているのが、弟の浅倉海さん、金原選手、大木久保選手、大沢健さん、 アオキシナ選手でした。また、明確な勝敗予測ではなく、展開予測などでは、勝利選手やブレイブの宮津さんは、浅倉未来さんが有利。岩崎選手が、前半に浅倉未来が勝機。後半にクレベル小池に勝機。萩原恭平選手が、浅倉未来勝利希望。DJ 丸子選手は、判定まで行くなら浅倉未来一本ならクレベル小池選手。と予測しております。やはり多くの選手が、浅倉未来さんが、クレベル選手の寝技に付き合わず、大気で行けば、判定勝利までは持っていけるのでは、と予測しておりますが、 目の技に持ち込まれたらクレベル選手の勝利予測しておりますちなみに以前アスカヤミクル選手がクレベルコイ選手を選んだ理由という動画で昭和予測や試合への感想を募りましたがその時のコメントをご紹介するとクレベルから 逃げるために、あえて、萩原を挑圧したのかと思ったら、まさかのクレベル使命で見直しましたよ。であったり、戦績で言えば、クレベルが格上だから、これは楽しみですな、というコメントがありました。昭和エースクについては、朝倉みくるさんが、総合の力で言えば圧倒的、マネルケープ、VS、朝倉海のように、一つしか上回ることができる局面がないと、他の局面で圧倒される。クレベルの判定勝ちかな。みくるの慶応勝ちはまずないと思う。みくるが勝つとしたら判定。 クレベル相手だとああいうことできないんだよな。下から決められるから。その他にも、テイクダウン取られたらクレベル、取られなかったらミクル、記憶戦みたいな、テイクダウンにし、テイクダウンしに行ったところに蹴りを合わせて朝からミクルの KO 勝ちミクル選手がクレベル選手のタックルを切ってスタンドの展開を維持すれば、ミクル選手が KO 勝ち判定勝ちできると可能性が高い。ただ、クレベル選手はワンツーで無理に距離を潰してきてからのタックルが ののでそれには注意が必要かもと様々な予測のコメントをいたただきました以上、今回は朝倉海選手や金原選手、ストラッサー選手などの有力格闘家の朝倉ミクル対クレベルコケ選手の昭和予測をご紹介させていただきました。いろいろなところで賑わしている両者の戦い、皆さんだったらどちらが勝つと思いますかぜひコメント欄で皆さんの予測お聞かせください。6月の試合が終わった後、昭和予測当てた方がいるか振り返ってみようと思います。次の動画では USC に関連する動画を公開予定ですので、 見逃さないように是非チャンネル登録よろしくお願いしますまた新しく格闘動が勝敗予測を語られたらそれに関する深掘り動画も作っています以上ご視聴ありがとうございました別の動画でもお会いできるのを楽しみにしております